エリック・ハンプトン・ホルダー・ジュニアは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、裁判官。バラク・オバマ政権一にて82代目アメリカ、合衆国司法長官を務めた。1951年1月21日に、ニューヨーク州ニューヨークのブロンクス区において誕生した。ホルダーは、クイーンズ区の公立学校で10歳まで学んだ。ホルダーは4年生への進級時に優秀学生。 支援プログラムの対象児童に選ばれた。ホルダーはマンハッタンの名門スタイベさんと高校へ進み、1969年に卒業した。ホルダーはコロンビア大学へと進学し、1973年にアメリカ市の学士号を取得した。その後コロンビア大学法科大学院へ進み、1976年にホーム博士号を取得した。ホルダーは 大学院在学中の1974年夏に全米国人地位向上協会の法律弁護、教育基金で事務員として勤務し、また1975年夏にアメリカ司法省の刑事裁判部で事務員として勤務した。1977年にホルダーはニューヨーク州で弁護士として認可を受け、1980年にはコロンビア特別区においても弁護士として、 認可を受けた。エリック・ホルダー大学院卒業後に、ホルダーはアメリカ合衆国司法省に勤務した。ホルダーは1976年から1988年まで公職保全局に所属し、裁判弁護士として従事した。ホルダーはアメリカ合衆国司法省在職中に、アブスキャム事件に際しておとり捜査で発覚した贈賄事件を扱い、 アメリカ民主党のジョン・ジャンレッド連邦会議員の起訴を支援した。1988年に、ドナルド・レーガン大統領はホルダーをコロンビア特別区最高裁判所の賠席判事に任命した。1993年にホルダーは判事職を退き、ビル・クリントン大統領から受けたコロンビア特別区担当の連邦検事職を受理した。ホルダーは、 アフリカ系アメリカ人として初めて連邦検事に就任した。ホルダーは連邦検事として1992年の郵便公社汚職事件を扱い、公金横領などの容疑で起訴されたアメリカ民主党のダンロステン・コースキー連邦会員議員の決心を監視した。1997年にホルダーはアメリカが州国司法副長官として、省長官作業部会に 司法副長官として出席するホルダー・ホルダーは1997年から2001年までビル・クリントン政権に決めでアメリカ合衆国司法副長官を務めた。1997年にクリントン大統領はジェイミー・ガレリック司法副長官の辞任を受けて公認のアメリカ合衆国司法副長官にホルダーを指名した。同年7月にホルダーは 万丈一致の氷決によって、アメリカ合衆国上院の承認を受け、アメリカ合衆国司法副長官に着任した。指名承認の公聴会においてホルダーは、死刑制度に対する反対意思を質問された。ホルダーは、現行法に従い、ジャネットレの司法長官に協力する意思を誓うと述べた。そしてホルダーは、私は死刑の賛同者ではない。だが私は、 議会の求めに応じて法のもとに死刑を執行する意思があると述べた。ホルダーはアフリカ系アメリカ人として初めて司法副長官に就任した。2001年にジョージ・ W ・ブッシュが大統領に就任した際にアメリカ合衆国司法長官としてジョン・アシュクロフトがアメリカ合衆国上院の承認を受けるまでの10日、あまりの間にホルダーは アメリカ合衆国司法長官代行を務めた。2001年以降ホルダーは、ワシントン DC の国際法律事務所、コビントンバーリングに弁護士として所属した。ホルダーは、医薬品企業のメルクや、アメリカンフットボールリーグの NFL の代理人を務めた。ビンダディン容疑者の殺害については、旧日本軍による真珠湾攻撃を指揮した。 山本56連合艦隊司令長官の軍用機を撃墜した作戦と同じだとして、その正当性を強調した。2012年6月28日にアメリカ合衆国会は失敗した重密輸送査オペレーションファーストフューリアスに関する文書の提出を拒んだとして、アメリカ史上初めて議会侮辱罪で告発する決議を可決した。 2018年10月25日、BBC によると、デビーはッサーマンシュルツの名前を語ったパイプ爆弾の爆発物が、ヒラリー・クリントン、バラク・オバマ、CNN、ジョン・オーウェン・ブレナン CIA 長官、エリック・ホルダー司法長官、ジョージ・ソロスに送られたが爆発しなかった。10月26日に、FBI は、指紋から、フロリダ州在住の熱烈なトランプ支持者の56歳の、 男シーザー、性欲を逮捕した。両親はカリブ海の小国であるバルバードスからの移民家系であり、父親のエリック・ハンプトン・ホルダーシニアはセント・ジョセフの出身であった。父親がアメリカに渡ったのは1916年2月24日のことであり、帰船スティーブン号でニューヨークに上陸した。第二次世界大戦中はアメリカ陸軍航空隊に従軍した。 母親のマリアム・ホルダーはニュージャージー州の出身であり、マリアムの母方の祖父母がセント・フィリップからの移民であった。ホルダーは3回のシャロン・マローンと結婚し、子供を3人設けた。マローンの妹のビビアン・マローンは1963年のアラバマ大学国人入学拒否問題で知られる。ありがとうございます。